日本の社会の中では夢の事業もなければお金の事業もない、レールの引かれたところを周りの価値観の中で生きていって、そして今日迎えているってすごくもったいないです。何かを叶えるっていうことにおいて、人と違った人生を生きたければ、人より何か違った努力なり行動をしないと絶対無理です。周りの人の意見を聞いてそれに合わせていたら自分の人生じゃないですよね。自分の夢や目標とかやりたいことがあって選択しているのに、自分のやりたいことをどん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 貫いて、周りから与えられたものが全て正しい、それに沿った行動することが成功するというふうに思っている。だから多くの人は夢もお金も手に入れられない。頭がいい悪いということよりも、勉強することは大切だけども、それにうぬぼれることなく相反する側面のことを理解しなくては人はうまくいかない。涙が出るぐらい叶えたい夢だとすれば、それは叶うんだ。自分の人生の中でなぜ諦めることが存在し得るんだろう。年齢問わずですね、今ぜひ夢を持ってください。どんな大きな夢でも構いません。夢を持ってください。そしてその夢は必ず叶えてください。人生にうまくいくうまくいかないなんていうことを考えるよりも、自分の夢があればその夢に対して、ひたすら行動するっていうことがいかに重要なのかなと僕は思います。